ハロー YouTube ニーハオヨーコアンリンチです。ですね、今日もですね、日中をまたにかけた、そろそろまたなんか株買い出そうかなって、思っている、バイリンガルの僕がね、皆様に、中華ニュースをお届けしようと思います。はい、今日の中国語なんですけども、何でしょうかな、ショーフーということで、このね、ショーフーっていうのはですね、頭金のことですね。いわゆるその住宅、マンションとか買った時のね、頭金のことですね。中国語で、ショーフーって言いますね。はい、今日の中華ニュース、なんですけども、これはね、南トンっていうところで、起こったことなんですけども、要はですね、南トンっていうね、中国の中でも、比較的、豊かな、都市なんですよね。この、南トンっていうのはですね、江蘇省のね、都市なんですけども、沿岸部でね、この前行ったハーザーっていうところと比べて、もうはるかに、豊かなね、とこですね。そこでですね、不動産買う時の、頭金のね、商付の、比率がですね、20% にまで減ったと。まあ、今までね、普通はね、30% ぐらいだったんですけども、20% ぐらいにまで、減らしたと、いうことですね。まあ、要はですね、より、不動産がね、買いやすく、なったということですね。家という漢字はね、屋根の下の豚って書くんですけども、これはですね、中国国内でマンションを買うやつは、豚という意味ですね。ところがですね、中国国内では中華メス豚っていう恋愛感情を持たないやつらが、9割を占めていて、オス豚のマンションと引き換えに後輩とね、繁殖の権利をね、トレードするみたいなね、システムになっていて、不動産の価格がね、高騰、しているんですよね。それで例えばね、不動産買ったらね、高額な不動産、まあ5000万ぐらいのね、マンションを買ったとしたら、その半分がですね、地方政府に、もうほぼ税金のような形として納められるといった、そういった、システムにね、なっていたんですよね。でそれでね、最近もう限界来て、売れなくなって、で大体ね、住宅ローンの枠があるんで、各銀行に住宅ローンいくらまで貸していいよっていう枠があるので、1月、はね、本来的にはね、ガンガン売れるはずなんですけどもね、2021年はですね、1月からね、6月まで売れまくって、7月からね、その枠がなくなってですね、住宅ローンの枠がなくなって、パタッて止まったんですよ、不動産の、売り上げが。それでな、11月に、ちょっと、開放したと、やっぱりもうちょっと住宅ローンの枠広げていいよと、そういうふうには開放したということで、一時期、回復したんですけども、一瞬だけちょこっとだけ回復したんですけども、その後ね、あんまり伸びなかったと、これがね、1月になって、ね、新しい住宅ローンの枠が出てきたのにね、大体大概の年で、マンションの取引量がね、40% ぐらいにまでね、下がっていると、いう状態に、ね、なっているんですよね。それでですね、公務員とかのね、給料もね、なかなかちょっと、払いにくくなっていたところなんで、どうしてもね、マンションを売らなくちゃいけないということで、このね、商品、とりあえずね、頭金だけは下げてみたという感じですね。だから売れなくなったということなんですけども、買ったら買ったでね、30% から 20% に下がったっていうことは、残りの 80% に対して、大体中国の場合ね、5.何% の、金利がかかって、それを返していかなくちゃね、いけないんですよね。日本なんかはね、まともな住宅ローンとかは、1% も金利がないぐらいなんで、買っちゃってもね、全然なんてことないんですけどもね。中国の場合はもう 5% 買っちゃってるんで、で、だから残ってるローンね、例えば、5000万のマンション買って、これ地方だったらね、上海とかだったら1億しますけどもね、5000万の、マンション買って、先にね、200万ぐらい払っちゃったと、残りね、300万、減、残ってる状態で、それをね、30年ぐらいね、5% ちょっとで返していくと、大体ね、残りの300万
300万元に対して600万元、払わなくちゃいけないと、そういった状況に、ね、なってきてるんですよね。それでね、こうやって商風を下げたらですね、今後不動産の価格が、まあ、安定するか、まあ、ちょこっと上がっていくかみたいな状態になってくるかっていうのを考えるのに、まあ、ちょっとね図を見ていきましょうね。はい、ね、この図がですね、2022年、3月から6月までね、170社のね、なんていうの、まあまあ、会社の、なんていうのかな、社債の、期限が来る、額ですよ。まあ、3月に、これ見てればわかると思うんですけども、まあ、赤がね、赤とピンクとかね、もう本当ね、もう中国人の入れ分け、本当いい加減にしろよって思うんですけどもね、この赤がですね、なんていうの、米ドル建ての、社債で、で、その、このね、ピンクっぽいのが、まあ、その人民元建ての、まあ、社債ですね。まあ、だからね、まあ、この動画皆さん見てる頃にはね、3月になってると思うんですけども、まあ、3月になったら、この、ひょっとしたらなんか不動産企業の爆雷祭りが始まるんじゃないかなみたいな感じでね、それかね、残ってる在庫をね、ガンガン安売りしなくちゃいけないと。まあ、安売りをするということは、要はね、それに感づいた人たちが、もっと買わなくなるっていう、そういった状況にね、陥っていくんですよね。まあ、だからそれが結局、やばいことにね、なっていくんですよね。それで、まあ、またどんどん下がっていって、下がっていくと、感づいたらもうまた買いたく、なくなると。そしたらまた投げ入れするっていうね、なんかバブル、崩壊の、まあまあ様相が出てくるんですけども、それでですね、その、次の図がですよ、まあ、米ドル建てなんですけども、2022年の、3月から、6月までね、まあまあどの企業がね、大量の米ドル、米ドル債を持ってるかという話なんですよね。まあ、これね、一番はね、いつも皆さんの大好きな、恒大グループですよ。噂の恒大グループが、34億ドルのその社債がね、期限が来るということで、まあ、その後ね、ジャジャオイエとか、まあ、リュウ D とかね、まあまあ、いろいろ続いていくと、まあ、大体これがほら、奥ですよ、奥。まあ、17って書いてあったら、17億みたいな感じでね、まあ、そんな感じでまたほら、爆雷ポイントがやってきたということで、まあ、皆さんね、今年はちょっと3月、どうなるかちょっと期待して、見ていてください。はい、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、Twitter の、フォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチでした。再见。